続いては、いい経験をしようとかそんなことはさらさら思ってないんで、行くからにはもうスタメン取り行くし、遠慮は一切しないです。そのビッグマウスやプレースタイルから本田2世と注目された小林勇気。去年オランダリーグに移籍するとリーグ戦全試合スタメン出場、日本代表でも初ゴールを決めるなど、ハリルジャパンで下克上を狙う異端児だ。代表の試合なんて絶対見ねえっていうか、スタメン見て宇佐美、ああ柴崎岳絶対興味ねえっていうのはとは言いつつもやっぱ結果気になっちゃうっていうのは J2 の時もずっとあったんで。たった1年前まで J2 でプレーしていた選手がなぜ一気にブレイクしたのか。そこにはジュビロ磐田で監督として小林を見守った名波浩だからこそ知る成長秘話が。出会いは2007年、中学3年の小林は東京ヴェルディジュニアユースに所属、トップチームに名波浩が加入してきた。ジュニアユースのロッカーからトップの練習見てて、ヴェルディ時代に、いや名波やべえなってみんなで言いながら、サテライトリーグに出たの覚えてる？覚えてます、覚えてます。俺はまさか勇気は中学生だと思ってなくて、足元も入ったら技術もなかなかやるなと思って、で終わってあのクラブハウスに戻っていったら、勇気がタタタって来て、僕は何やったら上手くなりますかみたいな、何やったら世界に出てきますかみたいな。めっちゃ覚えてます。あれがファーストコンタクトだったと思うんだけど、でお前どうするの、来年どうするの、上がんのって言ったら、あ上がりますって言うから、あじゃあ一緒にやれるかもななんて話してたら、いやいやユースに上がりますっていうか、そこで初めて知ったのね。え中学生だったのって小林は高校3年生で J リーグデビュー。その後 J1 ジュビロ磐田に移籍したものの、スタメンをつかめずくすぶっていた。名波は2014年の監督就任当時を振り返って、ブラックリストが何人かいたわけよまあ小林勇気一番上だったね俺よく勇気が練習、まあ、ミニゲームとか8-8とか11対11のガチのゲームで最後5分ぐらいボールが来ないとかミスが多くなって、自分なりにこうイライラしててすぐ読んで終わったと。大体それ一人でな、勇気ちょっと来いっつって、イライラすんなってやりながら小林集合っていつも言われて。小林集合、就任した時は言われて、なんだよなんで言われなきゃいけねえんだよって思ってたかもしれないけど、まあ去年とかすぐ温度がギューッと下がるのが分かって、はい、心っていうか、まあ、振れ幅はもともとすごい大きかったんで、うん、それがすごい ちっちゃくなってきたのはやっぱ奈々さんが監督になってきてからぐらい、うん、別に俺はすごい勇気を育てたとかそんだけもうさらさらないんだけど、まあ、唯一こっちの部分ね、はい、どういうふうなこうメンタリティーでいないといけないか、はい、それをやっぱ手に入れて一気にやっぱ開花した感もあるし、はい、そこが大きいんじゃないかな、俺と出会って。そうですね。名波監督のもと精神的に大きく成長、さらにシュートやラストパスなど結果に直結するプレーを優先していた小林の価値観を変える出来事が。一番のあのパフォーマンスの転機になったゲーム覚えてる？練習試合で。俺は 10月11日の日にちまで覚えてるの、水戸戦の次の日の、そう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 、30分で72回触ったんですよ。そうもうそこもその数字も全部今でも覚えてて、センターバックからボールもらって、ね、最後ペナルティーで入ってシュート打ってるのが自分だったから、うん、あこうやって1枚ずつ剥がしてって決めればいいんだ、ミニゲームと一緒だなっていうのがそこで掴んで、周りを生かしながら自分も生きる、はい、プレーが止まらないっていうその連続性が、あの人と絡みながら連続性が生まれてくる、はい、でゴールまでの道筋を自分なりに立ててフィニッシュところに顔を出せるようになったっていうのが、まあ一番良くなったかなと。こうして小林は昇格したばかりの J1 でも大活躍、ついに待望の代表デビューを果たすと、2試合目には初ゴール、しかも利き足ではない右足で豪快に決めてみせた。
実はこのゴール、名波監督と行っていた居残り練習の成果だった。名波さん、シュート練習お願いしますって言われて、そうそう、ちょリアリティあるやつでお願いしますって言って、そうそうそう、やっぱ試合を想定したトレーニングやと意味ないよと、こういうふうにこういうボール転がってきた時に、じゃあいつもだったらコントロールしてから振ったところをダイレクトに振ってみたらとか、うん、ここはコントロールしてみたらとか、パターンを何個もこう練習したんで、試合できた時に、お、練習と一緒だっていうのが勝手に体が動くようになったんで、うん、J1 ファーストゴール、あれあんなもん練習のまんまの、ね、もう同じ形だったし、でも練習のまんまのシュート形で点決めると、ナナメさんのガッツポーズがひときわ激しいんですよ。勇気ほらなっていうね、あの感覚の、はい、もうそれがすごい、俺はもうシャーってなるタイミングでしたね。練習で右も積極的に打ってたじゃん、はい、だその J の初ゴールもそうだし、はい、J1 のね、あの代表初ゴールも右足だし、そうそう、右足イメージがないと多分触れないから、スッて右足で右の方に止めたんですよ、うん、多分左利きだったらそのまま左のアウトでこっち止めて、角度作ってね、うん、っていうのが多分あれだと思うんですけど、もう自然に右に止めれたから、それはもう2年間の練習の賜物というか、まあラッキーではないと自分で思ってます。ベンチからサウジ戦見ることになったんですけど、うん、守備の方に目が行きやすかったんですよ、うん、まあ、原口元気くんのアップダウンとか、うん、寄せからのまたこう潰しに行けるっていうか、うん、まあ、山口蛍選手のそのバーってトップスピードで寄せて横どっちも行けるみたいな対応の仕方とか、あ、すごい勉強になるなっていうか、うん、うまいなって。で俺は90分間あれできないと厳しいなっていうのは、うん、原口元気90分あれやり続けてて、11人があれがベースで、しかも自分の個を出したら、普通に世界とも渡り合える、世界との差もこう見方次第とか意識次第ではそんなに遠くないっていうのは、今本当に海外でプレーしてて感じてるし、うんね、その発言を聞いただけでも俺同じ。代表選手って呼べない、代表選手って自分自信持ってこう言えないんで、俺の現役生活の唯一の自慢、67キャップだったかな、はい、全部スタメンなの、全部国会人もう俺その時点で俺もそれはもう達成できないから代表デビュー戦でゴールしたから、 お前の上行ってる俺は。あ、そうなんですか。2試合2ゴールだったから、スタート2試合1ゴールですか。2試合1ゴールです。でも俺あの 30分ぐらいしか出てない。時間割りで、時間割りでいくよ。ずるいなぁ負けず嫌いだな、はい
日本のサッカーの火を消さないためにも重責は非常に大きいと思うよ、はい、まあそれを背負っていくっていう覚悟は、うん、まあ、もちろんあるんで、それは多分気持ちは誰よりも強いんで、今の日本を変えたいとか、うん、強い日本を見せたいっていうか、強い小林祐希見せたいっていう気持ちはあるんで、出たいですね絶対に。まあ出れるよ、こんな野心張るやついないからね。